番と10番ゲート少し小走りで今収まりました。2人上がれます。スタートしました。ほぼ揃いました。7番の名勝誉れ、ほんといいスタート。1馬身リードを取りました。2番手に9番エンペザー、それに接近する4番グッドフェイスと2番のレッドラマンシュ、3番手4番手、その後は2馬身差、1番のサク、そこに並ぶ6番のサクノルフィアン、向こう上面です。その後は2馬身差、そこに8番メモリーレゾン、それを内からかます5番のタイカオン、あとは3馬身差、後方2番手が3番のデルナ・グレグリ、最後方追走10番コスモルーテウス、向こう上面の中間に入ります。先手を取ったのは7番名勝誉れ、 1000m を通過、リードは1馬身、2番手9番エンペザー、2馬身相手4番グッドフェイスが3番手、1馬身2番のレッドラマンチュ4番手、それから1馬身半差、内から1番のサクがいて800を通過、その並んでいく6番のサンドルフィアン、2馬身差の後ろ5番のカイカオン、そこから並ぶ8番のメモリーレゾン、それから1馬身後方2番手3番のデルマ・グレムリン、最後方追走が10番コスモルテウス、4コーナーのカーブに入っています。前方は7番の名勝誉れ、1番の差を受けて9番エンペザー、少し打つと感覚があってストーリーバックのレッドラマンシュが上がっています。4コーナーから直線へ、4番手には4番グッドフェイス、その後にハイカーン3コーメモリーレゾンと続いてクラスの後ろが3番コーナーに残り4コーナーを通過、さあ1コーナーは9番のエンペザー、単勝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 4分いけ、競馬第9競争フローラルオークション、9番エンペザー見事2連勝です。2番手4番グッドフェイス、3番手が2番のレッドラマンシュ、勝ち時計1分35秒1、上がりカロン47秒1、サッカロン34秒4でした。中京競馬第9競争フローラルオークション、抜けた9番エンペザー、4番グッドフェイスを1馬身と抑えて見事勝利を挙げました。その後は2馬身ほど離れて3番手2番のレッドラマンシュ、正面の掲示板1着9番エンペザー、2着4番グッドフェイス、3着2番レッドラマンシュ、4着8番メモリーレゾン、5着5番アイハウンです。確定までお待ちください。